吉田さん、長谷川如前館は知らないですね無理やり <laughs> そういうのを探して出してくるのまあでも無理やりでもいいんでそれがきっかけになって新しい人を覚える新しい格言というか名言というかね助言をお知れる触れるきっかけにはなりますよねだからこのシリーズって結局やってる人が賢くなってほとんどの人はそんなことせずに時間だけ過ぎてるんでなんかその何て言うんですか知識とか情報とか思考の深さこういった格差ってなんか ももっともっとと引き離せそうですね。まあ、誰を引き離してるのかよくわかんないんですけども昨日の自分を追い越してるかなって感じですよね。うん、いやー長谷前館ね、知らななです、ねうん、なんかその堀江さんが「それ聞いて意味あるんですか?」って言ってましたけどももうね、意味あるって答えれますよね。これだけの意味を残しましたね。だから意味がないところにどう意味を残せるのかっていうのはつまりはその人の意思次第なんでしょうねきっと。 だから人生に意味はないよって冷めたこと言ってる人いますけども、それはその人が意味をもたらしてないからでしょうね。意味なんていくらでもつけられるし、意思なんていくらでも込められると思うんですけども、ぼーっとしてたらね、本当に、えー、過ぎていくだけだなと思いますね。で、その愛情に関してね、愛情に関してなんか、吉田さんがお話しされてたんで、まあこういうのはどうかなと思うんですよ。これも昔から使い崩された比較なんですけども、ものすごく愛してるんだけども、年収200万の男性。 と、愛はないんだけども、年収200億の男性、女性がどっちを選ぶでしょうかっていうことなんですよ。これ不思議なことにね、まあ、大体の人が愛してる200万円の人を選ぶんですよ。しかしですね、私の考え方は全然違って、いや、それは年収200億の方でしょうっていうことなんですよ。なぜかっていうと、愛情ってのは今日の時点でなくてもいいんですよ。どんどん育んでいけばいいんですよね。で、そのために、ある程度お金が必要なんですよ。 で、この年収200万のとっても愛してる人と、愛はないんだけども、200億の年収の人を比べたときに、200億の年収の人には、最初は愛情持てないけども、信頼とか尊敬っていう感情は湧くんですよね。で、信頼と尊敬が積み重なっていくと、それはね、いつか愛にたどり着くと思うんですよ。まあ、そして、年収200万の人と一緒に暮らしてると、最初はね、楽しいかもしれない。愛情が冷めないうちはいいかもしれませんけども、どうしてもね、自分以外の人の暮らしを見ます。 そして、美味しいもの、美しいもの、楽しいこと、いろんなものが自分の目の前を通り過ぎるときに、年収200万だったら何ももたらしてくれないんですよ。もちろん女性の側からすれば、男性の年収が200万だったらね、自分で800万稼いで1000万すればいいって発想になりますけども、残念ながら、男のために稼ごうっていう女性はあまりないんですよ。残念ながらね。ですんで、そのうち男性に嫌気がさすんですよ。それが年収200万の正体でしょうね。本当にお金に苦労してると、ここがわかるんですよ。 でも、なんとなく、誰かから養われていたりとか、お金の苦労をせずに、でもなんとかやっていけると、ここに気づきにくいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、まあ、面白いことにこれね、デヴィス・カルノさんも同じような発想を持ってるんですよ、デヴィ夫人。だから昔からこういう、愛情と貧富、こういったものの対立構造っていうのはあったのかもしれないですよね。で、長い歴史の中で、賢い人は答えを出していたんですよね、きっと。 それが、まあ私なりに解釈すると、最初は愛情がなくても、育んでいけるっていうことなんじゃないかなと。一緒にいろんな体験をしたり、時にはね、仲違いしてみたりとか、そして雨降って地位固まるしてみたりとかして、ぶつかっていくうちに、あ、これはなんか愛情なんだっていうふうに育まれていく。でもお金がないと、愛情を育む時間とか、そのタイミングが与えられないことが往々にしてあるんですよね。そう考えると、まあ私なりの考え方でね、 まとめてしまうと、愛してるんだったら金ぐらいは稼げという話なんですよ。これは男女ともですよ。どっちもですよこれ。金ごときは人が作ったもんだから稼げないわけじゃないわけですよ。ただ意識をしてないとずっとそのまま過ぎていきますね。で、金を稼がないってことは金を使う人間になるんで、ものすごくね、あの周囲を疲弊させるってこともありますよね。まあですんでね、やっぱりこう真面目に考えないといけないかなと思います。お金のことは。だって興味がなくったってあらゆることにお金がかかるんで。 意識してなくても誰かが電気代を払い誰かが水道代を払い誰かがガス代を払いとかねこういったことがあったりとかまあ日本はあの簡易健康保険制度ですけども保険料も誰かが払ってるみたいな現実があって払ってる人は意識するんですけども払ってない人はあんまり気づかないってところもあるんですよねでそういったことがあるんで吉谷さんのねお金の講義ですかちょっと先ほど頂きましたけどもんまああのそういうところで私の考えと絡み合うところがあるかなってところはありますよね特にね、やっぱりこう、 高校生のアルバイトもね夏休みになったら10万20万稼いでくるんでねたくましいですよねそうなったらね、うん、それでなんだっけなあのなんか名言でしたっけ名言言いましたっけ今デビスからのディーズやもんそれであとここっからおまけで,おまけですあの昔ね古文とか漢文とか現代文であの問題が出るんですよ長文の問題がそれでなんかね横線が引いてあってこの時の筆者の気持ちを答えよって問題があるじゃないですか あれずっと私疑問だったんですよ。この時の筆者の気持ちを答えよって、それは筆者に聞かないと分かんねえだろうと。でも、現代文とか古文の問題には正解が書いてあるんですよ。この時筆者はこういうふうに考えていたに違いないと。なぜならって解説があるんですよ。でも、それ確かめたの本人に。出題した人が勝手に自分の思い込みを問題に出して、そして自分の考えと一致してれば丸、一致してないと罰を勝手につけてるだけじゃないかなと思うんですよ。 でここから発展してね人ってねなぜかね自分の意見と違うと不快感を覚えたりする人と自分の意見と違うとあなるほどって思える人いるんですよねでこれが自己肯定感と自己否定感の違いになって自己肯定感が高いってことは自分と同じ考えは丸をつけて自分と同じ考えじゃなかったら罰をつけるんですよねそして争ったりするんですよしまいには口論になって論破して言い負かしたら勝ちみたいになっちゃうんですけども 相手が黙ったからといって納得したわけじゃないんですよねだからそこを勘違いする人が多いですこう口論になって相手が黙ったら論破したぞって勝った気になりますけどそれは相手が黙っただけでもう話し合う価値がないっていうふうにまあ見捨てられたと考えることもできるんですよね、まあ、ですんで相手の回答を引き出そうと思ったらやっぱ賢くならないといけないかなと思いますじゃあ賢いってことはさまざまなキーワードを使って相手の感情を自分に手繰り寄せるってことなんで語彙力がないとそれができないんですよね まあ、ここから巻き戻すと堀江さんはね何かというとそれ意味あるんですかって聞くんですよいわゆる語彙力が使えてない状態ですないわけじゃないんですよ使えてない状態なんですよでもそこには大きなねなんですか展開を求めてるっていうところがあってこれどっかでインタビュー答えてたんですけどもあの人はね展開力がないよねっていうんですよこの展開力っていうのはまさに私も使ってる言葉でその速化塾ではね展開しろっていうふうなことも言うんですよ受信力の次は展開だみたいな というのが意味あるんですかって言葉に対してどこまで解釈を広げれるのかっていうこの展開力なんですよねというのが発信者のそれ意味あるんですかって言葉この言葉にたどり着くまでに何万語も何十万語もそれこそ何千人も何万人ともやり取りしてこの言葉一つにたどり着いたんですよでいちいち細かいことを説明するのはまあ煩わしいし細かいことを説明しないと伝わらない人は相手にしたくないからそれ意味あるんですかって一言になってるんですよね。そそこでたじろぐ人とその言葉をね 100回も200回も1000回も2000回も使う吉谷さんみたいなしつこい人とねじゃあどっちが先に行くんでしょうかって考えたらやっぱりねしつこい人でしょうねそしてそのしつこくしつこくネタにするのを私もこうやって聞いてるとか堀井さんに直接言われたわけじゃないんだけども俺が言われたらこういうふうに考えるなっていうふうに実は論理の展開っていうのが、ね、次から次へと起きてくるのはなかなか興味深いところですよねじゃあこの辺で予断が終わりまして今回の速解塾。 億万歌手 b ビヨンド七7 4話終了にしたいと思いますいってらっしゃい